目指せコンパクトシティ東戸塚。こんばんは、東戸塚まちづくり開発委員会事務局の藤吉祥子です。ここからの時間は目指せコンパクトシティ東戸塚。この番組では東戸塚の街はどのように生まれたのか、これからどうなっていくのか、そして街づくりとはどのように進んでいくのか、より良い街づくりを目指して東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していきます。この目指せコンパクトシティ東戸塚は10月から1時間番組に拡張しスタートしました。今年4月から8月まで18週にわたり、東戸塚まちづくり開発委員会が制作したコンパクトシティ東戸塚まちづくりマナーブック掲載の10のまちづくりの基本理念を1項目ずつ解説してきました。9月からは委員会の理事の皆さんのご出演によるまち紹介や、新しい企画としてぐるりコンパクトシティ東戸塚もスタートしています。どんな企画でしょうか。はい、東戸塚の街を具体的にご紹介したり、ぐるぐると探検しながらその土地その土地の方にインタビューしていくコーナーです。ここで先週のおさらいです。先週、柏尾地区連合町内会会長の斉藤純一さんのナビゲートによる柏尾地区特集の第6回目として、旧跡や史跡の取材の様子をご紹介しました。場所は柏尾町です。JR 東戸塚駅と戸塚駅のちょうど中間あたりに位置する柏尾町の御嶽神社での取材でした。旧国道1号線の赤石橋を戸塚方面に側道を左に入り、徒歩5分ぐらいのほどのところに99段の石段が現れました。石段を登りきると、そこは見晴らしの良い御嶽神社の境内、日本の古代史でもおなじみの大和武尊御事が氏神様の御嶽神社です。西暦1200年の頃、石造りの祠だったと言われてます。今から200年ほど前、有志により社殿が作られ、さらに昭和48年頃から新しい拝殿など地元の方の力添えで造営され、平成20年に完成したとのお話でした。長きにわたり地元住民の尽力で再建されました。今も例大祭は10月1日、また元旦祭も行われているそうです。それから柏尾地区の特徴で放送しました元旦マラソンでは、この御嶽神社の99段の階段を駆け上がるコースもあるそうです。それだけ地元で親しまれている神社なんですね。そして今日、先週の2つ目の取材は外郷遺跡について、斉藤さんからお話を伺いました。御嶽神社から見渡すと、なだらかな丘と住宅があり、そこはかつて昭和40年から50年頃、今の白楊台とか柏尾台の開発の時ですね、地籍の調査をしていたら発見されたという外郷遺跡。大昔、4000年も昔、縄文時代や弥生時代の集落の跡から土器や石器、矢尻が発見されました。また貝が見つかったので、貝塚があったことも分かりました。海が近くにあったのは間違いないのではないかということでした。またもしかしたら海に埋没していた場所が隆起したのではないかという柏尾町からの取材でした。そんな御嶽神社と外郷遺跡のお話を、斉藤さんのお話、そしてレポーター岩崎和沙でお届けしました。それでは先週のおさらいを終えたところで、今日の目指せコンパクトシティ東戸塚オープニングナンバーをお聞きください。流星とバラード、東京スカパラダイスオーケストラ、流星とバラードをお聞きいただきました。 83.7 FM 戸塚。
より良い街づくりを目指して、東戸塚の街づくりにまつわるトピックスをさまざまな切り口でご紹介していく番組、目指せコンパクトシティ東戸塚をお送りしています。ここからの時間は新企画、ぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナーです。早いもので、今日のこの放送で12回目、面白い展開となってきました。東戸塚まちづくり開発委員会の組織は、東戸塚駅を中心とした 1.5km 圏内の連合町内会の会長の皆さんが理事でいらっしゃるのですが、その理事の皆さんのご出演で地域の概要や特性をご紹介したり、ぐるぐる巡って取材をして、より具体的に町のトピックスをお届けするコーナーです。10月11月のこの目指せコンパクトシティ東戸塚は、柏地区連合町内会会長の斉藤純一さんにナビゲートしていただき、柏地区にまつわる話題をお届けしています。柏地区の紹介から始まり、その後柏地区の史跡旧跡を取材していきます。これまで柏町の王子神社、首洗井戸、鎌倉ハムの赤レンガ倉庫、そして大山不動尊、増田家の餅の木、御嶽神社、外郷遺跡をお送りしました。今日はどんな史跡が登場するのでしょうか。6回の連続企画の最終回となります。場所は戸塚区柏町です。ご出演は東戸塚まちづくり開発委員会の理事でもあり、柏地区連合町内会会長の斉藤純一さん、レポーターは FM 戸塚の岩崎和沙でお送りします。それではお聞きください。今日は柏地区にある旧跡や史跡を探検していきます。ご案内していただくのは、柏地区連合町内会会長の斉藤純一さんです。斉藤さん、今日はよろしくお願いします。はい、斉藤です、よろしくお願いします。今、国道1号線沿いの山崎製パン横浜工場の向かい側に来ています。で、ここは昔川上小学校があった場所というふうに聞いたんですけれども、斉藤会長、これは昔どういった様子だったんでしょうか。はい、今日は、今ご紹介をしていただいた旧川上小学校の跡地に来ています。旧川上小学校といいますのは、現在秋葉の奥に川上小学校というのがありますけれども、その川上小学校とは違う、その昔の古い川上小学校のことをお話しするので、旧川上小学校というふうにお話しました。これからその昔の川上小学校のことをお話したいと思います。お願いします。はい、この旧川上小学校というのは、歴史をたどりますと明治25年に横浜市の私立の川上小学校というふうになった。ですから今から数えるともう128年くらい前になる。戸塚区の中でも最も歴史のある学校群の一つに数えられると思います。私は昭和22年に生まれまして、昭和29年から6年間この川上小学校に通いました。今日はその川上小学校の思い出を皆さんにお伝えしたいと思います。まずですね、正確にこの川上小学校の位置を皆さんにお話ししないといけないと思うんですけれども、この川上小学校は、国道1号線の山崎製パン第一工場の反対側、道路を渡った反対側を細い道を入っていただきますと、柏郵便局があります。その柏郵便局の前のところ、昔柏郵便局はまだここにはなかったんですけども、今の柏郵便局の前のところにあります。で、現在は、斉藤さんの建屋と、それから、山崎製パンさんが使っておられる駐車場、そして、中心的な建物としては琴葉保育園が建っている、そういう場所に、来ています。そして、私たちが入った昭和30年頃というのは、ここに古い木造の2階建ての校舎がありました。それが川上小学校だったんですね。そしてこの本館、一番大きい校舎の入り口正面玄関のがありまして、そこを入ると
職員室と校長室がありました。そして、正面玄関の脇のところに、二宮金次郎さんの銅像が立っていました。この校舎っていうのは非常に古い校舎なので、歩くとギシギシ音がしました。そしてよく1階と2階で子どもたちが喧嘩をしてですね、2階いる子どもたちがわざと廊下に水をこぼす、バケツの水をこぼすとですね、廊下の穴から下の階に水がポタポタ垂れるという、そういういたずらをよくしたことがあります。そして私たちの時代というのは団塊の世代で、たくさんの子どもが学校に入学してきました。そのために今までの古い2階建ての校舎では足りなくなってしまって、もう私たちが入ってすぐに新館の校舎を古い校舎につなげて作りました。そしてこの新館の校舎というのは当時では珍しかったんですけれども、火災になっても延焼しないようにということで、新校舎と旧校舎の間には防火シャッターがあって、いざという時にはシャッターが閉まるような非常に近代的な作りになっていました。でさらにその新校舎だけでも子どもたちが収容できないので、大きな校庭があったんですけども、そして校庭の脇には古い桜の大木がたくさんありましたけども、その大木を切ってしまってそこにプレハブの校舎を建てて、それで子どもたちを収容しました。そして、その2階建ての本館の後ろに中庭がありまして、またその中庭の先に古い、もっと古い1階建ての校舎がありました。さらには旧川上小学校に隣接する形で、今は有才の町という160世帯くらいの戸建ての宅地が家が建っていますけれども、昔はそこにブリヂストンの殿ヶ谷アパートという社員用のアパートが5棟ほどありまして、約200世帯くらいの方がそこに住んでおられました。そんな感じの小学校の風景を今お話しして思い出しています。今もう斉藤会長のお話で実際にもう小学校を見ているような気分になりました。もう子どもたちの楽しい小学校生活をこの地域が作ってきたんだなというのを感じました。はい、はい。そして、当時この川上地区、以前の放送で川上地区の説明をさせていただいたと思うんですけども、川上地区というのは戸塚区の3分の1くらいの広さを持っていまして、今で言いますと平戸、平和台、平戸、東戸塚、川上、柏、舞岡という6つの大きな連合町内会のエリアが昔川上地区って言っていたんですね。で現在その川上地区には小学校だけで11の小学校がありますけれども、私たちが入った頃、子どもの頃はですね、この川上小学校しかこの地域にはなかったんですね。はい、ですから例えば私たち柏に住んでる人間は柏にある小学校ですから、もうすぐ歩いて行けたんですけども、例えば平戸の奥の方とか舞岡の奥の方からも子どもたちは歩いて、遠い子は1時間ぐらいかかってこの学校に通ってきていたんですね。ところが1年生2年生は足が弱いからとても歩けないんですね。そのために昔はですね、舞岡の地域には、柏小学校、川上小学校の南部分校、そして平戸には北部の分校ということで2つの分校がありまして、そこで1年生2年生の時は勉強して、足腰が丈夫になって3年生から本校に通うという、そういうシステムになってました。やっぱり遠くから通ってくる子は足腰が強いので、地域対抗の、よく運動会っていうのをこの
川上小学校でやったんですけども、やっぱり平戸とか前岡の子どもたちの方が強かったですね。喧嘩もその子たちの方が強かったです。でまた不思議なことに、遠くから来る子っていうのはほとんど遅刻しないんですね。で大体いつも遅刻するのは近くの子が遅刻をしてましたそんなことを思い出しました。その距離っていうところでも子どもたちによってさまざまいろいろ出てくるんですね面白いです。戸塚区柏町の旧川上小学校跡の取材前半をお聞きいただきました。目指せコンパクトシティ東戸塚、ここで一曲お届けします。マルーン5でメモリーズ。マルーン5でメモリーズお送りしました。先ほどの旧川上小学校あと前半に続き後半をお届けします。ご出演は東戸塚まちづくり開発委員会の理事でもあり柏地区連合町内会会長の斉藤純一さん、レポーターは FM 戸塚の岩崎和沙でお送りします。それでは後半をお聞きください。この川上小学校には有名な校長先生がおられました。はい、その校長先生は三橋校長先生という校長先生で、今の小学校にもちろん校長先生はおられますけれども、今の小学校というのは長くても5年くらいで次の学校に校長先生というのは移動されるわけですけれども、その三橋校長先生というのはなんと35年間も校長先生をやられたと。記録では大正10年から昭和30年まで35年間やられて、そしてその後この地域に住み着いて地域で保護司をやられたりして、本当に一生をこの地域の教育のために尽くされたと、そういう立派な校長先生がおられまして、で今はもちろん亡くなっておられまして、蓮休寺というお寺に葬られている。またその校長先生を支えられた難波校長副校長先生という、立派な先生もおられて、この先生も35年以上、勤めておられて、この2人が中心になって旧川上小学校を支えられたというふうに、記録に残されています。その校長先生は本当に子どもたちが好きで教育熱にあふれてたんだなって思いますね。そうですね、今では考えられないくらいのやっぱり、なんていうんですかね、思いを皆さん持っておられたと思いますし、また、昔だから35年も一つの学校に勤められたんだと思うんですね。でもう一つ、お話しておきたいのは、私たちの時代から学校給食が始まりました。最近私、新しい、学校の給食を、最近の給食を、食べさせていただく機会があって、すごく美味しいなって最近感じたんですけども、私たちの昔の給食の記憶っていうのはなんかね、あんまりいい記憶がないんですねというのは、はい、当時まだ終戦からそれほど時代が経っていなくて、食料もあまり十分でなかった。例えば多くの方が記憶されている学校給食の食材として脱脂粉乳っていうのがありました。でこの脱脂粉乳ってご存知の方もあるかもしれませんけれども、アメリカで牛乳の美味しい成分、栄養になる成分は全部バターとかチーズとかに使ってしまって、もう残ったカスみたいなものを脱脂ですから、油分脂肪分を抜いたその粉をですね、当時
日本は食べるものがなかったんで、アメリカからドラム缶でこう運んできたんですね。で粉だったわけで、その粉をお湯に溶いて温めて、いわゆるミルクみたいな感じにしたんですね。ところが美味しい成分が除いちゃってあるんで、ちょっとも美味しくなくて、でちょっと焦げ臭い感じがしてまして、でもまあ当時はミルクだって言われて私たち飲んだんですけどもね、それがまずくて飲めない子がたくさんいて、それから牛乳が嫌いになった子がたくさんいましたね。その他にも、はい、今みたいに美味しいパンではなくてコッペパンなんていうのがあったり、はい、あと今は捕鯨が禁止されてるんでクジラの肉ってあまり、食べることもなくなりましたけど、昔はクジラの肉が一般的で、そのクジラの肉を竜田揚げみたいに揚げたものが学校の給食に出たのを覚えてます、はい、どんな味なんですか？それはそんな変な味ではなかったんですけど、はい、私は農家に育ったんですけども、子供の頃はネギとか玉ねぎが嫌い で今みたいに、細かく刻んでなくてですね、大きな塊が、シチューの中なんかに入ってるんですよ。で今の時代っていうのは給食っていうのは自分の好きな分だけ食べればいいよと、逆に残してもいいよってことになってるんですけど、昔は食べることも教育の一環で、要するに継がれたものは食べなければいけないというふうに先生方から指導されてまして、だから残せなかったんですよね。で私は嫌いな玉ねぎとかネギが出てくると、それも大きな塊が出てくるんですよね。それを、ね、残すと先生に怒られるんで、もう涙を流しながら飲み込んだことがありましたね。そんなことも思い出します。はい、もう嫌いなものが出てきてしまったら大変ですよ ねありがとうございます。当時の様子を実際見たかったなって思うんですけど、はい、考えてみるとね、懐かしい思い出ですけれども、まあ、当時は大変だったんですね。でもう一つだけお話しておきますと、はい、さっき、校舎の説明をした中で二宮金次郎の銅像があったよというお話をちょっとしたと思うんですけども、二宮金次郎というのは確か昭和14年に横浜市に戸塚区が編入された、その前後の年に各学校に二宮金次郎の銅像が設置されて、まあ旧川上小学校もその時に二宮金次郎の銅像が設置されたんですね。で玄関の脇にあって、とてもみんなから親しまれていてですね、はい、卒業するときに大体卒業生っていうのはその二宮金次郎の銅像をバックにしてみんなで記念写真を撮っていたんですね。でその旧川上小学校っていうのは地盤としては柏尾町にありましたので、昭和44年に、さっきもお話しましたようにたくさんの子供が、学校に通うようになって、旧川上小学校だけではもう子供を収容しきれなくなってしまったんですね。最後の頃は午前中の登校と午後の登校なんていう二部制までやったんですけれども、それでも収容しきれなくて、その川上小学校を今秋葉の方にある新しい川上小学校と、そして柏には柏町の奥のところに今の柏小学校を作りまして、昭和44年に2つの学校に分かれたんですね。でその時に私たち旧川上小学校って柏町にあったんで、二宮金次郎の銅像っていうのは必ず柏小学校に来るというふうに私たちは期待をしていたんですけれども、残念ながら新しい学校の名前を、継いだのは今の新しい川上小学校なんで、その川上小学校に持っていかれてしまったんですね。で今でも新しい川上小学校 の正門のところにはその当時の二宮金次郎がそのままの状態で保存をされてまして、時々見に行くんですけども、いつか機会があればあの二宮金次郎を柏に取り戻したいというのが私たち卒業生の思いなんです。はい、そうなんです。その二宮金次郎はずっと今までの歴史を見てきたんですね。はい、ちょっと私も見てみたくなりました。はい、今でも新しい川上小学校に行けば正門にありますから、はい、ぜひ一回見に行ってみてください。そうですね、はい、はい、
柏地区連合町内会会長の斉藤純一さんに今回ご案内いただきました。斉藤会長、ありがとうございました。はい、拙い説明で、皆さん理解していただいたかどうか分かりませんけれども、一生懸命担当させていただきました。今回お話しした内容は昨年発表しました川上の100年史の中でもいろいろ細かく、記述されてますので、もし関心のある方はぜひお読みになってください。ありがとうございました。ありがとうございました。近く柏町の旧川上小学校の跡地から斉藤さんのお話をレポーター岩崎和沙でお送りしました。目指せコンパクトシティ東戸塚、ここで一曲お届けします。ジュジュでロンリーチャップリン with 鈴木雅之、お聴きください。先ほどは戸塚区柏町の旧川上小学校跡に取材に行き、斉藤純一さんのお話をお届けしました。旧国道1号線沿い戸塚方面に向かって右手にあの山崎製パン横浜第一工場、左手その左側に、曲がると柏郵便局があります。郵便局の先には琴葉保育園があります。取材は、その琴葉保育園と柏郵便局のあたりから行いました。川上小学校跡話ですね。昔の様子を自然と想像してしまうような素敵な斉藤純一さんのお話でした。川上小学校は今は秋葉町の、にありますね。今日は昔柏町にあった時の旧川上小学校のお話をお届けしました。レポーターは岩崎和沙でした。今日の目指せコンパクトシティ東戸塚、ここで一曲お届けします。五木ひろしで夜空、ニューバージョン。今日11月17日は獅子座流星群の活動が大きくなるということで、イブニングステーションのあゆみんが、セレクトした夜空、ニューバージョン、五木ひろしをお送りしました。今日の目指せコンパクトシティ東戸塚、前半はぐるりコンパクトシティ東戸塚コーナー、旧川上小学校のお話を柏地区連合町内会会長の斉藤純一さんにご出演いただいて様子をお送りしました。今日でぐるりコンパクトシティ東戸塚柏地区特集はなんと最終回だったんですね。これまで7回にわたって柏地区特集で柏町の王子神社、それから首洗井戸、鎌倉ハムの赤レンガ倉庫、大山への入り口にある大山不動尊、クローンが芽生えてこれからの復活の松田家の餅の木、そして赤石橋と岩下染色水仙工場、御嶽神社と外郷遺跡、そして今日は旧川上小学校跡のお話をお届けしてきました。東戸塚の周辺は旧東海道沿いなので、たくさんの歴史深い旧跡や史跡があるんですね。それからこの柏地区特集をナビゲートしてくれた斉藤純一さんの話は本当にまるで歴史専門家、とっても分かりやすくて引き込まれるようなお話でした。私自身もとても勉強になりました。これからもう本当東戸塚、戸塚をもっともっと知りたいと思いました。これからも地区ごとの特集を企画してまいります。平戸地区特集から始まって柏地区特集、平戸地区会長の相澤さん、そしてか柏地区会長の斉藤さんに素晴らしいスタートを切ってもらいました。レポーターの岩崎和沙さんと今後も張り切って取材してまいります。今
もぜひお楽しみにしていてください。目指せコンパクトシティ東戸塚、ここで一曲お届けします。リッキー・リー・ジョーンズで恋するチャック、お聴きください。FM トツカ、リキリー・ジョーンズで恋するチャックをお送りしました。ここで、FM トツカからのお知らせです。東戸塚の街の方々と共に作り上げるイルミネーション企画、東戸塚ミュージックライトが始まりました。主催東戸塚まちづくり開発委員会、共催 FM 戸塚、公園戸塚区役所でお送りしています。今年は Hope for the Future をテーマに、10万球の LED イルミネーションと素敵な音楽映像が JR 東戸塚駅周辺を毎日17時から24時まで彩ります。東戸塚ミュージックライトの魅力は何といっても15分間のショータイム、JR 東戸塚駅西口すぐのモレナビジョンの映像と魅力ある楽曲、イルミネーションが連動する1時間に1回のエンターテインメントショーです。なんと今年はショータイムで流れる楽曲のリクエストを受け付けています。 FM 戸塚のホームページにリクエストフォームのリンクがあるので、ぜひここからショータイムで流れてほしい楽曲をラジオネームを添えてリクエストしてくださいね。ちなみに現在は11月20日まで、12月1日からショータイムで流れるクリスマスソングのリクエストを受け付けています。多かったリクエストを中心にスタッフがセレクトして流します。さらにおはようさくラジオ、そして戸塚井戸端会議、イブニングステーションではミュージックライト点灯期間中番組企画を行います。おはようさくラジオでは毎朝9時から冬が楽しくなる曲リクエストをお届け、戸塚井戸端会議では月替わりの企画をお届けします。11月は毎週金曜日、胸キュン劇場のコーナーがミュージックライトバージョンに、イブニングステーションではイブステファミリー大集合で楽曲制作プロジェクトがスタート。歌詞や曲に入れてほしい子供やペットの鳴き声、身の回りにある音を募集します。詳しくは各番組をチェックしてください。イルミネーションが灯る光の景色が明るい将来への希望となりますように。 Hope for the future、 今年も東戸塚ミュージックライトをお楽しみください。そして、もう一つ、東戸塚まちづくり開発委員会からお知らせです。東戸塚西地区まちづくり協議会がボランティアの皆さんと一緒に毎月第3水曜日に行っている東戸塚駅駅前清掃、明日が該当日となっております。朝の8時集合で、この東戸塚駅西口の駅前広場をですね、一緒に清掃してみましょう。今感染症を拡大しておりますので、そういった面十分気をつけて行っております。どうかご協力をお願いします。東戸塚まちづくり開発委員会からのお知らせでした。 FM 戸塚、目指せコンパクトシティ東戸塚、10月から1時間番組となり、東戸塚駅西口のモレラスタジオから生放送でお送りしています。地域をぐるぐる巡って紹介していくぐるりコンパクトシティ東戸塚、10月から今月にかけては柏尾地区特集です。今日の目指せコンパクトシティ東戸塚前半は、ぐるりコンパクトシティ東戸塚のコーナー柏尾地区特集として、東戸塚まちづくり開発委員会の理事であります柏尾地区連合町内会会長の斉藤純一さんにご出演いただき、旧跡史跡をお届けしてまいりました。今日は柏尾町の旧川上小学校跡の取材の様子をお届けしました。柏尾地区の取材は、最終回となってしまいましたが、
来週はこれまで柏地区をナビゲートしてくれた斉藤さんのご出演で、2019年3月に発行された川上の100年史の編纂委員会編集長、斉藤さんからの今後の目指せコンパクトシティ東戸塚の流れを作っていただきます。斉藤さんからこの川上の100年史のお話もあると思います。斉藤さんの、ね、取材の、声を聞いていますと、この川上の100年史ところどころ出てきました。皆さんもね、ぜひこれ読んでいただきたいものなんですけれども、まあ、そういう川上の100年史のお話を実際来週はお話伺っていきたいと思っています。はい、また皆さんぜひ東戸塚まちづくりマナーブックをご覧ください。 FM 戸塚のスタジオやモレラ東戸塚フードモールのラックに設置してあります。ぜひお手元に取っていただきながらこの番組をお聞きいただけると嬉しいです。東戸塚まちづくり開発委員会のホームページにも電子ブック型で掲載しています。そして FM 戸塚のホームページには番組ごとのリスナーの皆さんの率直で建設的なご意見も募集しています。レビューのちょっとお知らせです。 FM 戸塚ホームページのトップページにあります、まあ、一番上にありますですね、ピンク色のボタンがあります。番組へのレビューはこちら、これをクリックしていただくとそのレビューのページに飛びます。番組情報のページからも、レビュー書くことができます。ぜひですね、この番組目指せコンパクトシティ東戸塚を選んでいただいてレビューをお寄せください。まちづくりって一体何とか、うちの近所にはこんな史跡があるんだよなどお寄せいただいたらとっても嬉しいです。もちろんですね、 FM 戸塚の朝の生放送おはようさくらジオ、お昼の生放送番組戸塚井戸端会議、夕方からの生放送イブニングステーション、また水曜日の大ちゃん歌さんの人生楽しみましょう、金曜日のラジオファミリア、そして金曜日のモナオとナナコのご機嫌歌謡曲へのレビューもどんどんお寄せください。 FM 戸塚の番組を皆さんと一緒によりグッドにしていきたいと思っています。